ヘイラクレースを生むアルクメーネー。アルクメーネーは、ギリシア神話の女性である、長母音を省略してアルクメーネーとも表記される、ミュケーナイー、エーレクトリオーンとアナクソウの娘で、ストラトバテース、ゴルゴポノス、ピューロノモス、ケライネウス、アムピマコス、リューシノモス、ケイリーマコス、アナクトール、アルケラーオスト兄弟、イボ兄弟にリキムニオス、オジノアムピトリオーンと結婚し、 ヘイラクレース、イーピクレースの母となった、ミュケーナイが、タポス人を率いるプテレラーオスの息子たちと戦争になったとき、アルクメーネーの兄弟たちは、リキムニオスを残して戦死した。生き残ったタポス人たちは、エーレクトリオオンから奪ったメウシの群れを、エーリスをポリュクセノスに預けたが、アムピトリオオンはそれを、ポリュクセノスから金で取り戻した。エーレクトリオーンは息子たちの仇を討つため、 軍を率いて遠征し、その間王国と娘のアルクメーネーをアムピトリオ,オーンに任そうと考えた。ところがアムピトリオ,オーンが目牛を引き渡すとき、アムピトリオ,オーンの投げた棍棒が原因で、エーレクトリオ,オーンは死んでしまった。このためステネロスはアムピトリオ,オーンを追放し、アルクメーネーとリキュムニオスは彼に従って、バイに行き、定ナ七門の一つ、 エーレクトラー門のそばに館を構えて住んだ、定媒に着いたアムピトリオンは、アルクメーネーとの結婚を望んだが、彼女は、兄弟の仇を打ったならば結婚してもよいと言った。そこで、アムピトリオンは戦争の準備に手間取ったものの、タポスを攻めて、プテレラーオスを滅ぼし、定媒に戻った。アムピトリオンが戻る前夜、ゼウスは、アムピトリオンに化けて、アルクメーネーのもとにやってきて、 夜を3倍の長さにして、アルクメーネーと一夜を共にし、タポストの戦争について語って聞かせた。翌日、アムピクトリオンがやってきて、プテレラーオスを滅ぼしたことを伝えたが、すでに聞いたことだったのでアルクメーネーは特に関心を持たなかった。アムピトリオンはその理由をテレシアースから聞いた。こうして、アルクメーネーは一夜だけ年上のゼウスの子、ヘイラクレースとアムピトリオンの子、 イーピクレースを見ごもった。ところがゼウスは次に生まれてくる英雄、ペルセウスの子孫を次の見受けないの王にすると神々に宣言したため、嫉妬したヘーラーは出産の女神、エーレイテューヤを説得し、アルクメーネーの出産を押しとどめ、ステネロストに吉兵の子供、エウリステウスが先に生まれるようにした。このため、アルクメーネーはヘーラクレースを腹に抱えて余分に苦しまなければならなかったが、 次女ガランティスが起点を聞かせ、アルクメーネーが出産したと偽って、大声で叫んだ。すると出産を抑えていた女神たちがいなくなり、無事二人を産むことができた。しかし赤子のヘイラクレースを見て、憎らしくなったヘイラーは、今度は二匹のヘビを送って、殺そうとした。アルクメーネーは驚いて、大声で夫に助けを求めたが、ヘイラクレースは、自らヘビを退治した。後に、 テーバイがオルコメノスのエルギーノスと戦争になった時、ヘイラクレースの活躍でテーバイは勝利したが、アムピトリオオーンは戦死してしまった。そこで、アルクメーネーは、テーバイに亡命していたラダマンチュスと結婚し、ボイオーティアのオーカレーアに住んだ。ヘイラクレースの死後、ヘイラクレーダイとエウルステウスとの間に戦争が起こり、ヒュロスは討ち取ったエウルステウスの首をアルクメーネーに送り、 アルクメーネーはその両目をえぐり取った。アルクメーネーの死については、死んだ時に石になったとも、アルゴスからテイバイに向かう途中メガラで死に、ヘイラクレーダイは、遺体をテイバイとアルゴスのいずれに葬るかで、対立したが、デルポイの神託によって、メガラに葬ったとも言われる。前者の話によるとヘイラクレーダイは、エウルステウスとの戦争後、テイバイに戻り、アルクメーネーも、同地で世を去った。 葬式の際、ヘイラクレーダイが骨壺を運ぼうとすると非常に重かったので、中を改めると、アルクメーネーの遺体ではなく大きな石が入っていた。これはゼウスがアルクメーネーをラダマンチュスの妻にするべく、ヘルメースを使わせて遺体を盗ませたためであり、ヘルメースは骨壺の中に石を入れ、遺体を幸福なる人々の島に運んだ。アントーニーヌスリーベラーリスはこの話を、 レイロスのペレキューデースのつてとし、変身誕の一つに加えている。ありがとうございます。